お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちら親衛隊ウォールブレイカーエリババを添えてやっていきたいなと思います。でこれね、前まであったボムタワーかな、ボムタワーの枠がエリババにね、エリババになっちゃいましたというようなデッキですね。なんかもうエリババとりあえずいろんなデッキにね入ってきてます。ゴレにねエリババ入ったり、ラバルにエリババとかっていう話したっけ、なんか前の動画で話したかもしれないんですけど、まあとりあえずエリババ入れとけばなんとかなるっぽい環境らしいんでね、はい、エリババウォールブレイカーやっていきます。でまあ主軸が、まあ、攻めがディガーとねウォールブレイカーがいるので、まあ、ぶっちゃけなエリババはなんかまあ防衛しといてくれみたいな刺さってくれたらまあラッキーかなみたいな、そんな感じでね基本的には他でね攻めていければいいかなと思います。さあ防衛用ですね、防衛用で今回相手はフォークとボムタワースケなので、高回転ね食い込むかなと思います。まあこれ相手ボムタワー下げましたし、血親衛隊してなんかまああとは相手のね遠距離がアーチャーかマスケットがいるんですけど、まあそれにこのね掘り師ね、リガーを穴掘り師を、穴掘り師だったよな、あれ前まで、おかしいこと言ってないですね別になんか違和感をちょっと感じちゃったけど、前までそんな感じの名前でしたね。リガー解明されましたからね。さあという感じでここでねエリアードを取り暇になってしまったな。今ウォールブレイカー飛ばすとなんかボムタワーに投げられそうなんですよね、地味に。いやでもこれはいいか、行っちゃおう。でこっちに行きつつ、こっちにどっちかにウッド使いたいよと。でそっちにウッド使ったらね、あ雪玉あるんかいっていうね、感じですね。ウッド雪ですね今回。でウッド雪クエイクかな、はい。なので最近だとデリバリー型のねクエイクが流行ってたんですけど、雪ですね今回の相手は。まあとりあえず新で流して、2倍タイム入ればエリババとエリゴブセパセパでなんかディガ飛ばしてみたいなしとけば頭折れるような、チンパンデッキになってます。どうしようかなこれ、ディガ飛ばして削りたいんですけど、もうボムタワーをねちょっと突破できないですよね僕は一旦ね。さあとりあえずディガーでねカツカツ削っていきます。さあ5打っちゃう、あれ5打ってエリババでね、なんかホグ完封できるらしいですね。昨日の動画、なんか毎回僕、アイスピとかをつけてて、いらないですよって言われて、あ、エリババだけでホグ完封できるんだって。いや、知らなかったですね。そう、できるらしくて、いや、エリババ強えなと思いつつ。まあ、攻めウッドとかね、どうせ多分されるんで、まあ、そうされるとなると、まあ、ウッドとかしてもいいかなと思います。よいしょ。さあ、ここは雪玉が強いですね。で、多分、スケルトン用対策のね、ヤリゴブリンを添えて、で、これはちょっと遅れてウォールブレイカーまで、あはん、いいスケだ、これは。あ、でもこれ入る。あれドドゥン、ドゥドゥンが、で、ちょっとエリババを出すのが遅い。あー、雪玉来たから、結果オーライですね。あともう1300はね、一生ね、さあ、ディガーで削っていけます。マジで、エリババは防衛だけですね、今回のこのデッキは。まあ、デッキによっては、エリババを刺すね、攻めで大事になってくるデッキもあるんですけども。今回、エリババは、もう、防衛してくださいっていうカードね。で、これ、ちょっと暇なんで、血親衛隊するか、まあ、5打つか悩んだんですけど、5にします。削っていきます。で、これにも親衛隊合わせればいいですね、僕は。よいしょ。合わせるだけ。よいしょ。で、やりゴブセパ。いや、これですよ。この超セパレートチンパンデッキですね。なんか、たまに生まれますよね。こういう親衛隊のデッキ。さあ、ここはホグが飛んできて、ハンターで守るでしょ。あとは、この、物量ね。いや、親衛隊一発でかいぞ、あれ。あれ、5って落ちないのかな？ダメージがちょっとね、わかんないですね。いや、ウッドじゃ落ちないですね。これ多分、端前ないと。あー、雪が来る。雪が来る。次の5通るんで、耐えて、OK！ これはもう、次のね、ファイブで、まあ、落とせるかなという、まあ、後半に入れば親衛隊プラスエリババの最強なね形が作れるかな、まあ、前半だったらまあエリババ防衛で使って、まあ、たまたま攻めで通ってくれたらラッキーかなというような感じでね。さあ今の
新しいデッキですね、生まれましたね。もう今いろんなデッキにエリババで変わってないとしたらロイジャイぐらいですかね。ロイジャイにエリババが入ってる方もあったんですけども、まあ本当に変わってないのが、まあ、スケラとかかなと。あのスケラデッキにはエリババあんま入ってないかな。なんか入ってるのもありますけど、入れようと思えば全てに。だって今回のこのデッキはボムタワーの枠がエリババになってるんだよね。正直何を何でもエリババにできちゃうみたいな、まあそういうところはありますが、最悪守りだけでね。あー待ってこれ待って、さてはじゃない、これ香ってますよねこれ。まああ違った、うん、まあまあまあ安心もなんか違いますけど、またお前っていう、またそのデッキって2000連続ホグって思いながらね。さあで今ちょっとたまたまウッドがねえっすね。ウッドがなくてちょっと痛いですが、まあまあまあ耐えれて良きかな。おぎ、さあ今回相手はナイト、ベビー、まあスケラなのでボムタワーですね。遅延アイスイズ型のスケラか、まあマスケ型のスケラかなという風な感じでございます。まあこれも結局あのあれなんですね、ギリンとかリュウシ、ボムタワーが立ってて、今決死に対したら地味に残ってそうだったんで、一回ディガー飛ばしてからね決死に対します。よし、あのブッパ行きます。エリババつけれるかな、コストが足りればエリババとエリゴブあのセパレートして、もうあとは祈るだけっていうね。はい、これで祈ります。タレババ来たらなんかやりゴブ追加とかワンチャンありますね。あタレババ来た、よしよし、いけいけいけ、頑張れエリババ、お前はそんなものじゃないだろ。まあ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 頑張りましたねという風な感じですね。で今回相手トルネードがなさそうですね。裏にディガ飛ばします。で遅れてウォールブレイカー追加、ちょっとだけやばいかな、やばい、このウッドがそんなちょっとうまくなかったっすね。ちょっと下手だった。あ、まあまあまあ耐えたんで、ああいらなかった。あ待って、右側が多分ウォールブレイカー入った説ある。これにナイトとかを使ってくれたら追加でやるともう一枚ねユニットを使わせます、使わせられますな。オッケーオッケーオッケー。でいやこれむず、ヤリゴブリンで、まあ、基本的にスケル受けたいんでね、このエリババがねボムに突っ込んじゃうとちょっと辛いですね。さあスケラがめっちゃ円の端っこからしか湧かなくなりましたね、修正で。でこのナイトは許容しても良さそう。オッケー。さああれもハンターぶち当ててスケラ打ってくるのかな、打ってくる。ここでちょっとね攻めて、よいしょ、うん、待ってこれたまたま誘拐できる。いや、やりゴブリン強くないですか、こう見たら。で、なんなら、これ、僕、右攻めたいんでね、左側に、エリババとかして、ちょっとね、いじめというか、あっちに対応させて、この間にね、ディガを刺していくという、おしゃれ技ですね。まあ、意味があったのかどうか、なかなか際どいところなんですけど。さあ、打っとけんないというところでね、普通に勝っていく。ただただ。もうネタじゃなくなっちゃいましたからね、このカードも。エリババっていう、なんかね、こう、なんだろう、前までだと、例えば、ボムタワーとか、ボムタワーって昔すごいネタカードだったんですよ。知ってるかな、まあ、昔からクララやってる人なら知って、わかると思うんですけど、マジで。え、ボムタワー入れてんのみたいな。ボムタワー使ってんじゃんみたいな。もう本当そのレベルだったんですけど、今だったら、なんかもう当たり前にホグとかバルーンとか高回転のデッキには入ってますしみたいな、まあ、そんな感じなんでね、この気づいたら今はねイリババって感じですけど、あちょっとやべ、あ待ってやべ、行かれる、あれ行かれた、やばい待って最悪だ、やっちまったか。まあまあ追いつきましょう。気づいたらね、まあ、みんな馴染んでますよ、あのエリババでっけみたいな当たり前になる時代が来ますからね。いやー1個折れたの痛い、しかもなんだこれ、ウィザードバルーンスケルトン部隊だな。まあまあまあフリーズですね。
ボーダー欲しかったな。あ、ネクロ。あ、まあ、ちょっと一体一体が割と重たそうですね。さあ、エリボバとかで、わーお、ボンバ。でもあれ、エリババ頑張れそう。いや、でも結構入るな。エリババが。結構入るな。やべ、俺のやりゴブリンこれ行かれるな。なるほどね。バルーン、レイジー。なるほどね。って感じですね。ちょっと難しいな。頭の回転が。とりあえず、まあ、ハンターが大事ですね。で、一本取ってしまえばいいけど、ウィザードとネクロがいるんで、親衛隊は出さない方がいいかもですね。で、今、ケツからユニット来たら、ハシマエリババで、ボンバー来たもタワー折れるし、ガンムシか？いや、これですね。これを、ファイブを打って処理した方がいいかもですね、佐藤。いや、ここは一回ファイブ温存？あ、やばい。待って。で、真ん中バルーン一応警戒して、あ、そっち出るならそっち出てからでよかったな。いや、まあいいや。で、これ高めやりゴブで、まあフリーズ来られても一発でね。一発入っちゃった。いで。やばい。いや、めっちゃいい。このウォールブレーカー。ドドン。いや、でけえ。真ん中バルーンは5あれば多分間に合うっすね。いらないか。いやー、まあいい。で、一応なんか警戒の、いや、真ん中ウィザード用ウッドぐらい、ちょっと構えておこうかな。いやー、これな、攻め。待って。あ、分かってた。分かってたよ、俺も。あ、最悪だ。やってもた。マジで分かってたのに。言ってたですよね、俺。多分だけど。寝てたかな。真ん中、ウィザードがどうやらとか言ってたのに、普通に負けちゃったわ。何やってんだ。もったいな。もったいないですね。先出し、エリババはでもやっとけばよかったかもですね。じゃないと相手、スプレーがフリーズだったんで負けなかったですね。いやー、ちょっと甘かったですね、プレイが。まあ、とりあえずね、初手ウォールブレイカーでガンガン攻めていきます。今回相手、ウッド域なんで、1戦目のホグクエイクとかかな？まあ、そんな感じがします。とりあえず、おエディポンクロスだ。名前の通りだ。名前に X ボーって書いてるんで、本当にクロスボーが好きなんですね。まあ、でも、僕はチンパンが好きなんで。あなたはね、そういう大変なデッキが好きかもしれないんですけど、僕はこういうもう、一生セパする楽なデッキが好きなんでね。物量で活かしていただきます。いけって、僕はエリポンを壊したい。エリポン壊せれば別に何でもいい。よし、エリポンは無事に壊せそうですね。いや、なんならキングタワーまで落としてしまえ。よし、まあまあ入ったけどアドがやばいですね。これ多分エリポンポンってまた置かれるんですけど、まあ5があるんで一旦5打ってもいいかもしんないですね。で、まあマジで相手が神様だと、肋骨なった瞬間攻めクロスいきますかね。来るぞ、はしまい。テスラクロス、パンパーン来た。テスラ。いや、これを、あ、やばい。バケモン出てきた。俺のババが、エリートなのに、ただのババにやられてんじゃねえよ、お前ら。エリートじゃないのか、お前ら。よいしょ、さあ、一発？あー、ボン、まあ、これは、600圏内、600ぐらい、くー。まあ、でかいですね。相手、ウッド行きなんで、ウッド行きで120、30ぐらい行くっしょ。まあでも、それをあと、5周ぐらいしないといけないんでね。僕はその間に、チンパンの形を完成させます。行くぜ、ヒギ、セパレート。で、エリポンも壊したいですね、僕としては。とりあえずエリポン壊しに行って、真ん中やりゴブとかしつつね。で、あー、いいウッドだな。うわ、やば。鉄壁か？鉄壁か、あれ。テスラがやばいな。いや、これ、高めか低めか死にたい悩んだな。いや、これやばいな。ファイボーシ。これ絶対5コスババ来る気がしたけど、来ねえ。うわー、耐えた。耐えたけど、みたいな。
いやでもでかい。ダメージ的なんで、これワンチャンもう一回クロスきますね。いや、今度かい。いや、これ裏ディガーとかしちゃおう、おしゃれに。うえい。生き止めか？あれ？相手、うわ、防衛来た。ここに来て、まさかの芋。とりあえずまあ、チンパンします。一旦チンパンして、いや、ババが来るかな。ウッドで削りつつ、いや、お前、エリートなんだろ？いや、やっぱエリートだな。いや、強い。で、ここで、ユキか。ユキ。で、まあ、あれは、気合で壊す。いや、でも、このディガーはタワーだったかもしれないな。まあいいや。え？待って、強くね？相手のユニット。相手のユニットやばい。よし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 、よく頑張った。最悪ファイブでもよかったっすね。いや、でもそろそろウッド雪削りがやばいっすね。ウッド雪が。よいしょ。いや、ワンチャンあるけどな、これ。で、ディガーでちょっと削りに行く。で、逆サイがね、ワンチャンあるんですよ、僕。謎に。よいしょ。よいしょ。やばいやばいやばい。これ、ファイブ打った方がいいな。打たなきゃ終わる。打っても終わる。いやー、めっちゃいい試合してる。いや、でも勝てそう。待って。俺、勝てそうとか言った試合、いつも負けるんすよ。ちょっと待って。さては、回収しそうな。バカ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 。死にたいに竹行くでしょ。OK、OK、OK。耐えて。あ、これ耐えたら、マジで。マジでいけそう。マジでいけそう。おー、来た。危ねえ。グッドゲーム。よしよし。まあ、この新兵隊とね、エリババっていうね、2台、盾がいるんでね。はい。この盾によってね、防ぎましたね。危ないですね。ちょっと3戦目負けたの悩みますね、これ。これだけちょっと気をつけなきゃいけないですね。相手がなんか、ウィザードとかネクロとか背景が多いと、あんま親衛隊とか出さない方がいいですね。まあ、ウィザードとかを回収する親衛隊とかだったらね、まあいいと思うんですけど、あんま出しすぎるとね、行かれちゃいますね、と。まあ、いうわけで、ぜひね、このエリババ親衛隊ね、見てた人わかると思うんですけど、セパして、支援隊としてリバー出すだけなんで、簡単です。ぜひ、使ってみてください。では、終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。